野田文一郎野田文一郎から1960年3月9日は、広島県三次町出身の裁判官、政治家、関西法律学校卒業。正4位、君に当局実、重光明。広島県三次町の作り酒屋に生まれ、関西法律学校卒業後、明治法律学校を経て、司法監司法となる。大津くさを振り出しに、神戸地方裁判所。 大阪高祖院判事を歴任後、兵庫県神戸市で弁護事務所を開業した。1920年、五立県民政党となる県政会から出馬し衆議院議員初当選。しかし1924年の総選挙で落選し、議員生活を離れる。このため若手弁護士グループに担ぎ出され神戸弁護士、会会長に就任。以後衆議院議員に5回当選。 1930年、浜口内閣で、商工参与官、1935年内閣、調査局参与等を歴任。その後大和新宅会長、大満工業社長等を経て1942年、太平洋戦争開戦1ヶ月後の1月、司会の決戦投票でわずか1票差をもって、第9代神戸市長に就任。野田は、 重点政策エリアの中心を阪神から西部へシフト。神戸市西に広がる赤潮平野に理想的新都市建設を提唱した。もともと1938年阪神、大水害直後の大義市時代に提唱したものだが、それは以下のようなエピソードで知られる。1943年正月、野田は、メス岡山の頂に立ち、農家が点在するだけの諸女地に、 満州で見た心境の街づくりをダブらせ、港の広配地として、理想的な新都市建設を夢見る。当番は、気候も良いし、地震も少ない。表玄関として、神戸港を控え申し分ない地理的条件を備えている。神戸の間に横たわる、鉄海山が、唯一の交通の障害といえるがトンネルを抜けば良い。海岸地帯は、神戸港の補助港とし 公廃地に総合大学をはじめ、文化、構成施設、住宅地帯を含む、新都市を作る発足させた、調査委員会には、高橋三吉、安倍信之、長井隆太郎、末次信政、大谷洪水、野村義三郎ら政界、軍部の長老、最高実力者がずらり並んだ。戦争の激化とともに、その大港都建設は、神戸大本営構想と変わり、 メス岡山に二重、三重の号を掘り巡らして、利休を造営し陛下をお迎えするという神戸戦闘構想となった。1944年3月、決戦非常措置要項発令により町村合併は中止され、市営郊外電車施設の着工も不可能となり、構想は完全に中に浮いた。戦後、精神ニュータウンの建設が始まった時、こうした 野田の構想は再び輝きを増した。1942年局制を採用、総務、防衛など9局2部一室52課一条都市、12月には政府の行政簡素化の方針沿って戦時体制に移行。こうした状況下で構成、高い評価を得る特別不動産資金特別会計を設定させた。これは後に神戸市の都市経営の一つの柱になる。 公共デベロッパーの先駆けとして大きな財産となった。1945年3月、6月と大空襲が続く。6月の空襲は、神戸の3分の2が、衝動と化し、野田も皇帝に当てられていた布引きの旧川崎邸で被災。その後は、市長校舎を転々。空襲は敗戦までに、約130回にも及び8000人を超える死者を出した。 野田は空襲恐怖症に囚われたとも言われ、終戦間際の7月、大勢な精神力、体力、各位の信任の3つの条件が備わっていなければ、この時局の指導的地位には耐えられぬと自問。任期を半年残して辞任した。このため、悲運な戦時市長とも呼ばれる。後市長となる宮崎達夫は野田の秘書を務めたことがある。退任後、郷里三時に帰り、 自宅を幸運寺と名付け、全寺にし寄予定を送った。市長在任中から好んで、だるまの絵を描いていたという、ありがとうございます。